皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は暑い季節にぴったりの一品ですね。豆腐のカプレーゼを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回はにがりを程よく残し、塩味の中にほんのりとした甘さを感じる博多人形の博多の塩を使います。先生よろしくお願いします。任せてください。絹ごし豆腐をキッチンペーパーの上に乗せ、片面に半量の塩を振り、手で全体になじませます。裏返して残りの塩を振り、全体になじませたらキッチンペーパーで包み、冷蔵庫で2時間ほど置いておきましょう。ミネンのワンポイント。豆腐に塩をかけてしばらく置くことで、モッツァレラチーズのような食感になりますよ。トマトを半月切りにします。絹ごし豆腐を半分に切り、7ミリの厚さに切ります。お皿に豆腐とトマト、バジルを交互に並べます。仕上げに博多の塩、粗挽き胡椒、オリーブオイルをかけます。豆腐のカプレーゼ出来上がりました。